くれるということで、まあ、そちらを決議し、そちらを提出します。でその後でスピーチ等を、行いまして、まあ、大学教職に対して対話を呼びかける集会となっております。よろしくお願いします。では早速ですね、本日の要求文を作成されました、佐藤さんに、要求文の説明と、読み上げを行っていただきたいと思います。事前にツイッター等で、こちらの要求文公開しておりますので、そちらから読むこともできます。まあ、前提を読み上げますので、佐藤さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。事前に公開してたものを、読み上げます。授業料値上げ延期に関する要求書、2024年9月18日提出、東京大学総長藤井輝夫様、東京大学役員各位、安田講堂前学費値上げ阻止集会参加者一同、要旨、安田講堂前学費値上げ阻止集会参加者一同は、東京大学総長及び東京大学役員会各位に対し、役員会において東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則をはじめとする授業料の値上げに関する規則等の改正案を否決し、9月10日に東京大学が公表した案にある学部学生及び修士課程の大学院生を対象とした授業料の値上げを延期するよう要求します。理由、5月15日、報道によって私たち東京大学の学生は大学が授業料の約10万円の値上げを検討していることを知った。翌日、東京大学は授業料の値上げを検討していることを認め、学生に対して周知したが、その詳細は明らかにしなかった。これを受けて6月6日、本学学生は学費値上げに反対する全学緊急集会を開催し、授業料値上げ案の撤回を求めること、値上げ案が学生不在で検討が進められたことに抗議すること等を決議して、東京大学に値上げ案の撤回や対面での対話を要請した。しかしこれらの要請はことごとく踏みにじられた。早朝対話を対面で行わず、結論ありきで進行し、公開の交渉も拒否するという大学側の姿勢への怒りは、6月21日に安田講堂前で行われた抗議集会等で顕在化したという。9月10日、東京大学は組織内の責任の所在を曖昧にしつつ、約11万円の授業料値上げ案を公表し、9月中に決定する意向を明らかにした。東京大学側から示された初めての具体的な値上げ案であっただけに、それがものの20日ほどで決定されることに、本学学生だけでなく他大学の学生及び市民が動揺し、あるいは執行部の拙速な判断に落胆した。そこで本日、学内外の学生及び市民が集い、安田講堂前学費値上げ阻止集会を開催するに至った。東京大学がその構成員である学生や教職員の意見を恣意的に矮小化して、授業料の値上げを消極的にでも支持する者のみを意見とみなす、そんな欺瞞を前にするならば、全学緊急集会で決議したように、授業料の値上げ案は即時に撤回されるべきものである。しかし、万が一このまま大学執行部が授業料値上げ案の撤回に応じたとしても、執行部が独善的な決定権を持つ構造は変わらない。それを変えない限り、第2、第3の値上げ案が出される危険があるからこそ、私たちが求めるのは、学生の大学運営参画を経た値上げ案の撤回である。そこで本集会は、東京大学総長及び役員会に対して授業料の値上げ延期を要求し、学生、教職員、執行部の3者による東京大学憲章に即した大学運営のための対話協議の機会を築く。以上、授業料値上げ延期に関する要求書です。こちらの要求書に対して、質問等のある方いますか。
特になければ こちらで集会として決議し、これを、正式報道に移りたいと思いますが、こちらで、決議させていただきたいと思います。賛成の方は拍手をお願いします。では本日の要求書は決議されたということで、正式行動に移りたいのですが、その前に、学生スピーチをお願いしたいと思います。あ、では金沢さん。だと思っていなかったので大変恐縮ではありますが、皆様お集まりください、ありがとうございます。学費値上げ反対緊急アクションのメンバーの一人です。東京大学の、学部4年生です。金沢玲と申します。よろしくお願いします。はい、皆さんもちょっとご存知の方多いのかなと思いますけども、先日というか昨日ですね、今日も要求書を経営評議会を通過して、受け取っていただく相原、理事副学長に対して、アクションのメンバー7名で、昨日暑い中ですね、わざわざ、いやこんな夏休みも真っ只中の終わり頃ですかねに、はい、ぜひ学生の声を聞いてくださいと、これまで聞いてこなかった、全く模索してきた、学生の、不安の声、そして将来の学生になるであろう、学費値上げの、影響を受けるであろう高校3年生の受験期またなどの皆様の思いだったりとか、不満だったりとかを、お伝えしに参りますか。で、こちら28,000を超えまして、はい、ありがとうございます。ご特産いただいた皆様本当にありがとうございます。ご覧いただいた皆様もありがとうございます。はい、まあ、いろんな組織だったり団体が説明だったり、自分の所属だったりとか、まあ、明らかにしながら、署名活動、提言活動を行っておりましたが、まあ、こちら一般の方も署名できる、匿名性もまあ一応あるということで、まあ、いろんな方にご賛同いただけました。そして、まあ、東京大学出身の総長並びに役員の皆様ということで、まあ、今も密室で、黙々と経営評議会など行われておりますけども、まあ、そちらで決めるのか、学生の、相当会話での、形骸化した、ただのパフォーマンスになり下がってしまった、まあ、そういった、意見聴取とも言えないような、集約とも言えないような場で、終わらせるのか、せめて、まあ、この学費値上げ決定の、まあ、延期という形で、まあ、要請書を出しまして、まあ、昨日は教育研究協議会というふうな、名称だったかなと思うんですけども、まあ、そこにお集めの皆様に対して、要請を出しました。相原理事がですね、まあ自分が3年前から、実は学費値上げに関して選択肢、オプションとして、検討してきたというふうに、まあ本人から、まあ、つまみやかにされましたけども、まあびっくりしましたけどね、はい、まあそうなのかなというふうにちょっと思っておりましたけども、はい、実際そうでしたということで、まあでも3年前から、まあ、検討してきたという割にですね、皆様ご存知の通り、5月15日の、まあ、新聞の圧倒的なリークによって明らかにされた、まあ、学費値上げの検討の事実ということで、まあ、そこから、まあ、9月、18日ですか、本当に、6月の、まあ、本当だったら6月中にこう決議されてしまうかもしれなかった学費値上げの、まあ、発表ということを、まあ、私たちの皆さんの根強い反対でもって一緒に見送りにした後、本日経営評議会でもしかしたら、まあ、そのラストチャンスということですけども決定されるかもしれない。本当に基礎を持って最初からこういった形で皆さんもそうですけども立ち上がって活動されてきた皆さんに本当に、まあ、ありがたいというか尊敬を表しておりますし、まあ、そのメンバーと一部のメンバーとして私もこういう形で声を上げられたということを本当に嬉しく思いますし、ただ本当に今が瀬戸際ということで、まあ、そういうふうなことを言ってられないと、もう何が何でもやっぱり私たちのこう思いを届けないと、やっぱりこういった悪影を作ってしまうと、もしかしたらこの後歯止めがつけられずに、そのまま学費値上げが強行されて、まあ、そしてもしかしたら150万円とか、
そういった、まあ、恐ろしい作品になってしまうかもしれない。まあ、おそらく何十年後かには、まあ、国会大学高等教育が、誰にも手が届かないような、そういった光景になってしまうかもしれない。まあ、そういった危機感を持っている人が多いんじゃないかなと。まあ、そういった、まあ、将来を見据えた、まあ、いろんな人たちの教育の、まあ、そういった思いを、まあ、ぜひ聞いていただきたい、というふうに思います。まあ、これ2万8000人も超えましたけども、まあ、実はこれ2万超えたのは、6月28日で始めて、7月3日に超えたんですよね、2万。で、その日に学費値上げ、正式に提出しますっていうふうに、まあ、それも新聞でリークされたんですけど、はい、ありました。まあ、このことからも、どれだけ、まあ、世論として、学費値上げありえない。まあ、積極的に上げたいっていうふうに言ってる人もいます。もう一部いるのかなと思うんですけども、まあ、それに対して、まあ、東大のこう学費値上げの検討プロセスを鑑みると、まあ、そんなふうに、まあ、積極的に賛成する要素があまり当たらないので、まあ、私としては、本当に、なぜ、まあ、これ、それをいい大学と、まあ、受けるのかっていうところはちょっと、あるので、まあ、そうですね、まあ、そういったいろんな意見もあると思いつつも、まあ、ぜひですね、実際に学費値上げの、影響を受けやすい、いろんな人たちの、切実な思いを、声を上げられない人たちの声を聞いていただければなと。まずそれを聞いて判断していただきたいなと思います。で私も、この学費値上げの反対の運動に、まあ、ちょっと関わり始めたきっかけとしては、そうですね、まあ、3月頃に、私の宇都宮大学の、まあ、当時4年生だった、友人がですね、フィリピン国籍の友人がいて、まあ、その方が、30回以内に44万円を払わないと、除籍処分だっていうふうに言われたんですね。で、宇都宮大学国立大学ですね。で、なんで44万円かっていうと、まあ、学生選機構に、まあ、奨学金だったりとか、まあ、申請してましたけど、まあ、その除籍区分が変わったからっていうふうに言われて、一方的に言われて、で、まあ、その分払えって言われたんですね。で、それおかしいよっていうので、再発って申し出たら、まあ、さらに訴求されて44万円、30回以内に払えって言われたんですね。まあ、それに対して、おかしいっていうふうに、まあ、言っても、なかなかその分割払いだったりとかも応じてもらえなかったと。まあ、明らかに20、30の差別を受けた結果での、まあ、そういった一人の学生の未来を奪われるようになったっていうふうな経緯があったんですね。まあ、これ以上、学費だったり、奨学金だったりとか、で、苦しんで自分の未来を描けないような、そういった若者を増やしたくないじゃないですか。はい、今も受験生の皆さんは不安な思いのままで、まあ、いろいろ勉強されてるかなと思うんですけども、私が、まあ、貧困家庭の高校生の奨学金とかも、そうですね、いろいろこう申請の手伝いとかをしてるんですけども、まあ、本当にこう奨学金もらえるかもわからないし、まあ、受験できるかもわからないし、入学しても在籍続けられるかもわからない、まあ、そういった過程があるんだぞと、日本にいるんだぞと、まあ、そういうのを、まあ、どれぐらいこう分かってやってるのか、もし分かってやってるのとしたら、それも悪質ですけども、はい、そういったことをちょっと伝えておきたいなと思います。以上です。教養学部学生自治体の自治体長のガリーと申します。まあ、まず先日に今回が先週からやっているアンケートですね。まあ、主に本学学生向けにやっているアンケートの中間報告をさせていただきたいと思います。まず、9月10日に学費値上げ審判についてですね、まあ、これの是非を問うたアンケートを行ったわけですけど、まあ、普通に8割の学生が未だに反対続けています。この事実を大学当局は本当に重く受け止めてほしいと思っています。さらにその中の広告の中で最大の6億円、それを、まあ、学生が、まあ、学生の管理システムに使うと言っているんですね。これについても学生たちから結構非難の声が上がっています。で、まあ、さらに追加で質問して、学生たちに総長と直接対話する機会を求めますかと、そういう質問をしました。
8割の学生がこれを求めていました。大学当局はこれに応える必要があると思います。本当に ありてないと思います。というわけで、あの9月10日以降の深夜についてこれまだまだ不十分なわけですよ。これを私たちは撤回しないといけない、そういうふうに思って、あの今回の集会に参加していただいております。はい。で、9月10日の会見の中で、まあ、大学側が、学生の声を取り入れる仕組みを整備しなきゃいけないみたいな発言があったらしいんですよね。まあ、これについて私は、まあ、非常に、まあ、おかしいというか、まあ、憤りを覚えていますし、っていうのは、なんでこの授業料値上げについては学生の声を聞かないのかってことですよね。おかしくないですか？私たちが直接関係してるところなのに、なんで聞いてくれないんですか？おかしいですよ、本当に。っていうところで、まあ、ここについても徹底的に避難しないといけないし、これからそういったシステムを整備するにあたって、学生たちはもっともっと声を上げていかないといけない。そういうふうに考えています。むしろ、これが大学から引き出した情報なんですよ。これは一つの勝利なんですよ。この勝利をどんどんつなげていかないといけないんですよ。私たちは声を立ち止まっているわけにはいかない。どんどんこの勝利を続けていかないといけない。まあ、そういった心意気で、あの今日の集会、絶対に成功させましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。では、代表学生の、佐藤さんとガリンさん、今から2人で、まあ、本部で、まあ、こちらの記事が受け取るということで提出に向かおうと思います。皆さんどうぞ、あの拍手です。ではその間ですね、後年、MC 後年さん、皆さんこんにちは。総合文化研究科という駒場の大学院で研究をしています、法然と申します。まず一つ、この集会の意義として、確認したいことがあります。まあ、我々、5月に、報道で学費値上げを検討しているということを知って、いろいろ行動してきました。で、まあ、良くも悪くも我々はある種の統一体としての運動体を作らずにいろいろそれぞれができることをやってきたわけですが、まあ、今回、まあ、様々な、統制裏表で個人団体がして、まあ、今回様々な団体が一つの、集会に結集して、これだけ多くの人の、結集を勝ち取ったということを、大きな大きな到達点として確認しようではありませんか。あの私は顔出しをしているので、あの写真動画というふうに撮っていただいて構わないので、ぜひあの、世間に声を伝えていただければと思います。まず、まあ、内容についてはおそらくもうあの散々議論されているところだと思うので、一旦突破省略をして、やはりプロセスのところで、批判をしていきたいというふうに思います。まあ、まず最初に、東大が学費値上げを検討していると、でしかも、最近の情報だと何年も検討してきたと言ってはいますが、我々学生が知らされたのはまずメディアによるリークだったと、まずそこに、我々学生は強い憤りを感じております。その後、大学はすぐにそれを認めたわけですが、我々が詳しい学費値上げの案を知ったのは、まあ、早朝対話においてでした。早朝対話の1週間前に、まあ、ほとんどスタッフ課の資料が送られてきて、当日にやっと、詳細が分かるというような学生のなめっぷりです。私はこれを断固非難したいと思います。早朝対話の後ですね、一応アンケートということで我々の声を、総長は聞くと言って聞いたわけです。で、その後総長メッセージというものを発したわけですが、その後ですね、さらに総長は、全学に諮る案が決定したと言って、学生の声、提案をも取り入れた案ができたと言ったんですが、我々学生は例えばいくら値上げをするんだとか、いつから値上げをするんだとか、まあ、学士、修士、博士でどれぐらい差を設けるだとか、そういった検討プロセスに一切不在だったではありませんか。まあ、それにもかかわらず、大学側は、学生の声を聞いたと言っていると。でしかも、東大は校長メッセージでですね、今後より学生の声を聞く、プロセスを整備していくというようなことを言ったわけですが、その建前さえも守らず、勝手に案を作り、そして今現在審議していると
ということは、許されざる愚行であると言わざるを得ないのではないでしょうか。しかし同時に我々はこのことを一つの勝利としても確認したいと思います。噂が伝授されて、顔のすぐ裏に伝わって、それも実は地方から東京に来ているという感覚があって、要は誰も見ないところで、思いっきり変なことが起きているわけです。で、人が見ているところはそこで起きないんです。で、その見てないところはだんだんじわじわと侵食されて、ついにそれが東京まで呼んでるなみたいな感覚でいたんですね。ちょっと変な話してると思うかもしれませんけど、ただ、さすがに値上げ問題はそうはいかなかったなというのは、本当に良かったと思っています。そして例えば学生参加という言葉が引き出されたということは、これは本当に少なくとも21世紀に入ってから、国立大学の、なんか政策というか、方針の間、国立大学のあり方の中では、一つ、うまくいけば大きな転換点になる、ただ、もちろん油断してはいけなくて、というのも、結局、先ほど出てきた学生参加という言葉は、おそらく例えばハーバードとかアメリカの大学が持っているものぐらいはないと恥ずかしいというような意識なんだと思うんですね。しかし、それはそれでいいんですけども、ただ忘れてはならないことが一個あって、それは日本の国立大学が結局、20世紀まで持ってた普通の学生と、大学の交渉というものを、そういう伝統というか、そういったやり方があったんですけど、それを何となく無視したままこう使っているということですね。どうも上の世代に聞いてきたんですけど、自分は例えば東京交渉をやったというふうに経験を持っている方がいらっしゃるんだけど、どうも21世紀に入ってからないような気がすると、記録がないと、なぜかなんとなく仕方なし騙し打ちのようにだんだん何かが変わっているということが、東大でも起きているように思うんですね。その流れを変え始めているのは本当にすごいことだと思います。どういうふうになるにせよ、まずは見てるんだぞと、おかしなことを起きそうになったら人が気をつけて止めるということが本当に大事だと思います。これからもそういうことで、なんていうか、いつも締め切り頑張らなくてもいいんだけども、ちゃんと見てるぞと、出会えてるぞという気持ちを、伝えていきましょう。本当に、皆さんお疲れ様です。それからこれからもなんとか頑張りましょう。以上です。まだ戻ってきてないので、感じでスイッチするんですけど、実は、今回9月に値上げが決定されるというニュースが出まして、その前に実は、夏休み中にですね、とある理事と、学生の間で、一日の懇親会っていうのが行われました。こちらは、どういうものかというと、そこで学生が、学生の間について聞いて、理事が答えてくれる。けど、中身は秘密ということで、今日はもちろん秘密なので話はしないんですけど、僕もそこにいました。で、そこで、とある理事がいたんですけど、その人は、まず一つ言っていたのは、自分は大学院アメリカだったから、ちょっと、当然学生が優秀だったら奨学金もらえるし、優秀じゃなかったらお金もらえないっていうのは、これはアメリカ型の大学で当たり前だよね。大学の学費が高くて、そういう優秀な学生だけがお金をもらえるシステムっていうのが、これは自分にとって当たり前だったから、みんながなんでそんな思ってるのかよく分かんないんだよねって、言っていました。僕もちょっと全然分からなかったんですけど、この人はアメリカで結構苦労したのかなと思って、その日ご飯食べながら、その人のウィキペディアを見てみたんですけど、見てみたらびっくりしたのが、修士も博士も東大でした。つまり嘘だったっていうことなんですけど、なんでそんな嘘つくのかなと、全然分かんなかったです。すぐバレちゃう嘘なんで。だけで分かる嘘だよ。そう、それで僕はちょっと分かんなかった。で、もう一つその人が言っていたことで分からなかったのが、学費値上げ、皆さんご存知の通り社会的規約っていうのがあって、高等教育は無償化に向けて進んでいくということを、国も大学もみんなその方向で進めているわけです。で、これについて、学生団体から社会権規約はどうなんですかと、質問がありました。で、それに対して、この理事は、いや、学費は値上げするんだけど実質的に無償化にすると値上げして無償化、全然意味が分からないなと思いました。つまり何が言いたいかというと、この程度っていうわけなんです。
理事とかが、まあ、3年間温めて、まあ、この案を出したとしても、まあ、経歴は嘘ですし、まあ、その値上げも値上げしながら無償化とか、そのレベルの認識と、まあ、嘘と、まあ、ごまかして、まあ、今回成り立っていると。で、僕が一言言いたいのは、まあ、一回落ち着いてくださいと。そんな嘘つく必要もないし、ごまかす必要もないから、一回ちゃんと学生と冷静に会話しましょうと、まあ、それだけが言いたいです。つまり何が言いたいかというと、今日の領収書通り一旦ここで延期させないと、本当にこのままでは大学で、まあ、こんな、まあ、ちょっと成立多少レベルの嘘とごまかしが成り立ってしまうと、まあ、これは歴史に残ると思います。このまま値上げが強行されてしまったら。なので我々としては、大学でこんな恥ずかしいことが起こってほしくないと。で、大学は少なくとも真理を追求する場所であるのだから、我々としてはここで強行させず、延期を要求したいと思います。以上です。まだ失敗って言ってないんですけど、加藤先生、スピーチをお願いします。大丈夫でしょうか。私やっぱり歴史家として今回この大学の動きと学習っていうのをちょっと頑張って勉強しました。まずは何ですか、東大つまり加藤一郎東大校長が7学部代表との確認書というのを1969年に作りまして、その確認書の解説というものを作ってます。それがいろいろ、いわゆる柳原三原則の規定とか、今の学生自身を守ってくれるものが1969年の7学部の、代表でした。もちろん文学部はちょっと人を曲げておりまして、学部とともにですね、この2つの学部は入らないということで、全部が一致してない項目というものは評議会では認められていまして、だけれどもほとんどの学部がこういったものについては評議会決定ということで、それは実務東大の中で動いていくと。これがじゃあいつまた復活させられて、東大の新しい規則といいますか憲法となったかというと、2001年から2021というので、佐々木総長時代ですね、広渡り副学長時代、この時代に2021会議というのが作られて、2003年の東大憲法ですね、これを作るための会議を2001年から作ってました。つまり2年単位じゃなくて、何をしたかというと、2004年の東北大学を含む国立大学法人化に向けて、これはやらねばならないということで、3年も前から、やってたわけです。つまり法人化というのはどういうことを要求されてたかといえば、中期目標、中期計画というような、とてもエコがつくようなものが今思いつきますけれども、これがひどいものを全国の大学に引き渡らせるような、同じ文句をかけるということが最初来たわけです。でも東京大学はそんなことができないということで、3年前から準備をした。その時に準備をしたのが広渡り副学長であり、その場所で東京大学憲章を作る組織とか、運営とかいう部分を書いた際にですね、こういうのは長谷部義雄さんでした。これは憲法学の長谷部さんです。今わずらしてしまいましたけれども、先ほどメールで急遽確認しましたら、東京大学憲章の12条の皆さんが大事にしている部分を書いたのは自分であるということはちゃんと認めてくださいましたので、つまり東大は何かというと、ある種大きな動きが政府、それから政権の下であったときに、東京大学の自身と学問の通行者ですね、これを守るための自分で
これを確保するための、東京大学検証というのを作ったんです。これはつまり東京大学だけではなく国立大学法人化を押し返す、これは広渡さんの東京大学大改革という白書、2004年に東京大学が出した中の一つの章できっちり書かれていますけれども、そこで押し返すために東京大学に作られました。ということは何が言いたいかというと、今回の2024年からの国立大学法人化の抜本的な改正ですね、これ東京大学はとても変な法人になります。特定法人というものになりまして、いわゆる経営研究協議、教育研究協議会とか経営協議会プラス運営委員会というような、年俸がいくらの方を何に雇わされるのか分かりませんけれども、3000万かける10だったら3億ですよね。ちょっとあんまり新しいものとかいないんじゃないかと思いますが、そういう運営協議会というものを作らされる大学になります。ですから本来はこういうことが分かっていれば、3年前ぐらいからそれこそ長谷部さんとか非常に優秀な方々が東京補佐として働いて学術を集めて東京大学を守る、そしてそれ自体がただ国立大学にプラスになりました。私自身は1994年に山梨大学から東大に移ってまいりましたので、もう30年ものの、はい、おばあさんですけれども、その時に来た大学に、山梨大学でこういう国立大学を推進かなんか対応してますかって聞いた時に、いやいや東大が何か作ってくれるからそれを多少アレンジして使えばいいし、自分たちは何も研究してない、で私は女性のある種の協調補佐として入りました。ですから2001年から3年の日渡さんなどが作っている時に、私は知見の意義というのを各パートでやっていましたけれども、やっぱり憲法ですね、つまり東京大学憲章が書かれるというのを見てました。見てる人間はつまり、あ、そうだ、あんなのがあったな、20年前あんなのがあったっていうと、資料を発掘できるんです。資料を発掘できて、あ、また日渡さんだ、長谷部さんだということで、そして今日長谷部さんからメールに確証もくれました。ですからこういう動きが本来はなければいけなかった今回の大改革の裏での、だから各名に反対ということ、延期ということを要請するとともにですね、特定大学法人ということで、東大がどういう変革を迫られているかというのは、ぜひ東京大学と中東京コンパスという例のホームページをご覧ください。やっぱり焦りさせますよ、皆さん。一枚紙の文字へと言うんですが、いわゆる文科省とかの、私より私も含めてあの一枚紙に切り書かれたら全然読めないんですから、無駄な紙なんですけれども、あの一枚紙にですね、どういう教育、どういう内政っていうのを普段だーっと書かれてる。でもそのプランを実行するのは誰ですか。例えば5年生の英語の大学ですね、これをいろいろな優秀な時代や優秀な国立大からある種学生を盗んでくるわけですよね、東大が。でそういうこと、人たちを英語でトレーニングして出発する、これは大学としていいでしょうか。大学教育というのは学部教育があって私は生きてくるものだと思います。ですからこういう計画っていうのはあたかも、これはちょっと古いこと言いますが、1940年41年近衛内閣というようなのが内閣憲法、つまりくだらない、大日本帝国憲法でも法律の議決権という予算審議権というのは不分な形で持ってたわけです。だから大蔵省が予算を審議でき、各省が要有予算を請求でき、そういうマネージが本来はある憲法を飛ばして、1944年は何だかのこれで一点のある人は閣僚として集まれっていうので、新体制で内閣を企画されて、結局は予算審議権の法律決権みたいな、そのためにですから、ああいう優等生のコンパス、ああいうものを作ってさあやるぞっていうのはいいんでしょうか。私はやっぱり積み上げて各学部からのそれぞれ学生、日生をお世話して、こういう学部が本当の確実だっていう分かっている先生たちの意見を聞いた形での大学改革
からでも競技の反対点というところにものすごく長い3センチぐらいのものを書いてどんとか送っておきましたが、今申し上げた位置がちょっと書かれてますので、あの佐藤陽子さんの名前で書いてあるところはぜひご覧ください。ですからこれは本当にあの氷山の一角で皆さんがよく気づいてくださったから、あの学習ということで問題に取り上げられたわけで、大きな問題です。東京大学これからどこに行くのか、ここが受けられていると思います。ちょうど長くて申し訳ありません。ご清聴ありがとうございました。なかなか受け取ってもらえなくて、ちょっと長引いているようなんですけど。誘惑者さん、雪祭りさんみたいな。全国のチェンジの人々も怒ってるぞ。はい、マイク変わりました。法学部の連の岡本と申します。皆さん、お久しぶりです。夏休みにもかかわらず、こんなに多くの方々の前でお話しできることを大変嬉しく思います。まず、夏休み中なのに、ガス値上げについてこんな大きな決断が迫られようとしているということが、まず批判に値すべきだと思います。私たちは6月にこの場ですごく大きな決断をしました。その後2ヶ月間この場で、夏休みに入ったらその前に期末試験もありますし、夏休みに入ってこんなに産学連携だとか大学にいる段階でインターンとかそういうことを迫られている私たち学生は、夏休みにも大学から出ていろんなことをしなければなりません。そういった事態の中で、いかに私たちが8月9月という時に大学の運営に関わるのが困難であったかというのは、大学も理解していないわけがありません。にもかかわらず9月のこんな私たちがまだ授業が始まってない時に重大な決定を行おうとしたというのは、それだけですごく非難に値する事態だと思います。さらにこの芝生、今皆さんが出している芝生については、8月に一度取り決めが出されました。8月の中で私たちも芝生に立てたテントを維持するのが困難になっていましたし、また台風などの自然災害ともあって、この場でテントへのエンキャンプメントを張るのは難しいという決断になりました。そのため8月の16、17日どっちかと思うけど、そこあたりの時に東大の本部と交渉しまして、一旦1ヶ月の間この芝生を養生のために撤去するという話し合いをしていました。その中で私たちは東大の本部に対して要望書を提出しました。その要望書は、芝生の養生の期間は最低限例えば1ヶ月とかにとどめること、第2に養生の予定が分かったらそれを速やかに公開すること、で第3に芝生が養生されている間は重大な取り決めを行わないことという3つの約束事を提示した上でエンキャンプメントを解除していました。で、その後何がありましたか。9月の10日にガスの値上げのほぼ決まったような案が提出されました。これは明らかに約束に反しています。どこまでしょうもないことをするんでしょうか、東京大学は。さらにそこから遡ること2週間前、8月の23日に総長からのメッセージというのが住宅上に送られたことを皆さん記憶に留めていらっしゃるかと思います。実は昨日去る東大の運営の方とお伺いしたんですけども、お話ししたんですけども、8月23日の早朝からのメッセージ、あれは6月21日の早朝対話の後に取ったアンケートに回答したものであるということだそうです。8月23日の住宅のメッセージ、皆さん覚えていますか。覚えてる人、どういう内容でした。何も回答していないに等しいんです。あれをもってアンケートで答えたいろんな意見に対する回答がもう終わった、終わったからもう次の段階に移るんだということを言っています。賛否両論いろいろありますけども、今日本の行政機構だってパブリックコメントを募集したらちゃんと一個一個に全部コメントしているわけです。それと比べてどれくらい悲惨なコメント返しなのか、
教授とリサーチペーパーだってもっとまともに出してます私たちはそういったあの当局の臭みやし、そして学生に対してそもそもまともに向き合うことがないというそういう態度についてこれからも強く批判していかなければならないと思っています。それは学費の問題だけではありません。ユー東京コンパスについて加藤先生が先ほどお話しされていただきましたけれども、コンパスつまり即興時のことです。私たちはこの東京大学という船の一人一人の乗組員であり、ただのヨットやただのマストやこといった部品ではありません。私たちがこの東京大学という船の乗組員であって、それは船長が全て決めていいことではありません。そのコンパス、東京大学がどこの海を目指してどこを目的とするのか、それを定めるには当然私たちが合否決めていく必要があります。海の上というのは歴史的にも非常に民主的な空間です。カリブ海の海賊ですら合議で物事を決めていたのに、この大学は海賊よりも民主主義の精神がありません。渡辺さん、まだ出てきないですか？会議が長引いているとのことです。会議もオンラインでやるんだったか、オフラインでやるんだったか分かりません。本当にいろいろ言いたいことがいくらでもあります。例えば6月5月の段階で学費値上げの検討案が出たときはメディアに対してまだ検討中であるから決定したような報道は行うなというメッセージを発しました。にもかかわらず9月10日の今回の段階は依然として検討案にもかかわらずほとんど決定したような調子で報道されています。それを東京大学は野放しにして、むしろそれを助長するようなことをしています。これはメディアを通した非誠実化の意図があることに他なりません。典型的な二枚舌です。私たちは今この場で芝生という開けた水平な場での対話を望んでいるのです。私たちにもう少しこう理論武装しろだとか、あるいは対案を出せだとか、そういうことを言ってくる人たちがいます。しかし、少し考えていただきたいんです。今、東京大学の本部がやっていることといえば、例えばそうしたマスコミを使った世論の印象操作であるだとか、それこそ警察の導入であるだとか、そして情報を絞る、そもそも情報を公開しない、3年前から決まっていた学費値上げを2年半も黙っておいた、そういうあの手この手を使ってそもそも交渉のためのテーブル、議論のためのテーブルっていうのを歪めさせています。プロレスラーが相手は毒切りを使ってくるプロレスラーにこっちが全て挑むことはできません。まず毒切りを吐くのをやめて、パイプ椅子で殴るのをやめていただきたいです。そういった権力勾配、大学の本部がやっていること、そういういろんな諸事情があるにもかかわらず、そういうことが全て無視されて、あたかも私たちと大学本部が対等であるかのように、対等に理性的に合理的に議論を突き詰めることができるかのように、そういった現れを持って話されていることは、私はとてもおかしいことだと思います。私さっきから10分くらい全部アドリブで喋っているんで、途中のネタとかも全部今その場で即興で引っ張り出しているんで、そろそろネタがついてきましたから他の人に変わります。ご清聴ありがとうございました。もうすぐ終わりますので、ここまで、学生を、停止した態度を貫いてきた当局なんですが、今回も、受け取るって言って受け取るのか受け取らないのかまだわからないんですが、とりあえず代表学生の報告を、もうすぐ降りてくるというそうなので、報告を待ちたいと思います。それではそれまで藤田さんお願いします。こんにちは。こんなに多くの皆さんに、前で話せる栄誉をいただけて嬉しいです。
文学部学生自治会準備会というものを、呼びかけ人をしました重田と申します。はい、ありがとうございます。まあ、みんなこの集会誰でも来ていいよとか言いながら、東大生にしか伝わらないような内輪の話をして申し訳からストーリーから始めることをして申し訳ないんですが、皆さん最初が大学帰るとき初手続きの日ってありますよね。でそこで振り込みなんかいろんなところに振り込むような、まあ、手続きの紙が送られてきて、でそれ銀行に振り込んでから、初手続きの日っていうところに行ってなんか入学の手続きをするんですけど、私はその金額とかを払わずに手続きの日に行って、で学生自治会のブースの前であなたこれ払ってませんけどって言われて、払ってくださいって言われて、いやなんか嫌ですって言って、そうしたらなんかどうぞお帰りくださいみたいな感じで、帰らされて、このまま東大前でそのまま電車で帰ったんですけど、でその時何があったんですかっていうと、その後にクラスオリエンテーションとかなんかそういうのがあって、でその後旅行とかに行ったんですけど、私はそういうの全然知らなくて、で最初のなんかイタリア語のクラスの日にお前誰みたいなことを言われながら、最初のクラスに参加したんですよ。ただまあそれを、当時の私はなんかちょっとかっこいい反骨精神みたいなのを出してやったんだなみたいな感じで、ちょっと武勇伝で出そう思ってたんですけど、それで教養学部を終えて今文学部に来て哲学やってるんですけど、文学部には2004年以来学友会というものがあったんですけど、その活動がなくなって、もう自治会組織っていうものはないです。だから学部交渉っていうのもないんです。でそんな中で5月15日、学費の値上げ案っていうのが発表されて、でも文学部に来た私にはそうやって自分たちの意見を、学生の意見をまとめて学部に、大学の執行部に、総長に訴える力っていうのは、組織の力っていうのはもう残ってなかったんです。だから今私は振り込みの紙をちゃんと書いて銀行振り込みやらなかったってことがどんだけ恥ずかしくて、恥ずかしいことだったのかっていうのを未だに後悔してます。入学の時点で大学の自治の大切さっていうものはみんな多分何も思わずに、振り込んだと思うんですけど、私も多分あなたたちも何も分かってなかったと思うんです。でもこうやってこうした事態が起きて、やっと自分たちの声を上げるっていうことの、そしてそれを偉い人たちにぶつけるってことを、大切さを知ったと思います。だから今私は文学部で、自分のいる所属する文学部で自治会組織ってものを作って、それで対抗しようとしてます。しかし、ありがとうございます。今、経営協議会やってます。値上げ案通りましたか？通ったそうです。残すは役員会しかないそうです。そこで、さっきの要求書を相原理事の前で読み上げて、今、安田講堂前で120人くらい来ているの、相原理事どう思いますか？って聞いたんです。個人としての見解でもいいから使ってほしい。そこで相原理事が言ったのは、今回このようになったことは私の責任であるっていうふうに言ってます。それだけです。だから僕の方からお願いしたのは、相原理事のその責任において役員会でこの値上げ案を否決してください、そういうふうに言ってきます。相原理事は要求書を役員会で提出するそうです。
どうか皆さんぜひこの後もこの学費値上げ問題、これは東大だけの問題じゃない、他の国立大学も私立大学にも関係することだと思います。この問題をぜひ今後も追い続けていってもらえればと思います。ありがとうございます。では、スプレッシュコールを行いたいと思いますので、皆さん、お願いします。方は立っていただいて、別に何に協議会だろうが協議会だろうが、賛成されても私たちは反対し続けるので関係のないことです。では皆さん声を出しましょう。学費上げろ、学費上げろ、学費上げろ、お集まりいただいたと思うので、もし参加者の方で、話したいことがあるという方がいれば、スピーチを回すんですけど、どなたかいらっしゃいますでしょうか。私自身の話から始めさせていただきますと、先ほど水中学部の方が話してたようなもので、私自身は地方から東京に進学してきました。その過程でやっぱり私の両親から東京に進学するのであれば、学費の問題で国公立大学以外を受けさせることはしないということを言われてきた人間です。なのでこの学費値上げ自体はやっぱり他人事とは、すごく思えないということがまず一つあります。値上げによってその親との関係性以下によっては学費値上げによって進学を阻まれる人は必ずいると思います。ですし実際今の日本の社会がどうなっているかを考えたときに、卒業選択の自由を十分に得るには大学を卒業する必要がほとんどあるようになっている中で、このような値上げをすることは階級というものを新たに作ろうとしていることの一つであると考えます。また大学が学生の声を結び続けていることについて言うと、そこにいて関係するものを声を聞くべきもの、意思を聞くべきものとして乱さないという一つの暴力だと考えます。大学は学生にこのような暴力を振る前に国と戦うべきだと思います。ほら、普段こういう活動には全く参加しない、いわゆる傍から見て霊障しているだけの人間なんですけど、今回危機感を覚えて、あとちょっと病院に行かなければならなかったので、それの帰りでたまたま寄って今聞いてたんですけども、今まで話していただいた皆さんの話は全く僕も共感している部分がありまして、というのも僕4月にまだ東大に修士で入ったばっかで、その前は渋谷の国学院という辺境の大学に通っていたんですけども、学部時代の友達に一人辞めてしまった人がいまして、ちょっとその話からまず入りたいんですけど、女の子で僕すごく仲良かったんですよ。恋に落ちそうになるくらい、はい、すごく仲が良くて、でめちゃめちゃ流発な子で、こうすごくいろんな物事を聞き方に捉えて面白いなって話をしてたんですけど、辞めるって言い出してどうしたのって聞いたんですよ。そしたらお金がかかるから、
で、話を聞いてみたら、その子地方出身だったんですけど、実家が農家だったらしいんですよ、ずっと。で、まあ、男じゃないから、これもいろいろ問題だと思うんですけど、力仕事向かないから、だったら、都内に出て勉強しなさいって言われて、国公立ずっと目指してたんだけど、ダメで入ったんです。で、入ったんだけども、入った時で何が起きたかっていうと、なんだったかな、教科書代か何かがもう払えないし、で、教科書代とか、あと、友達関係とかでお金使ったりとかあって、で、本人すごく切り詰めて生活したんだけど、もう無理だって言って、で、泣いちゃって、で、僕、本当だったらですよ。本当だったら、そこで少しでも助けてあげたいとかなったんですけど、学生だから僕ね、どうしようもないんですよ。で、とりあえず大学に何か相談しようよ。奨学金、今からうまくやれたりしないかって言ったけど、全部断られないんです。で、その後本当に辞めちゃって、今どこにいるかわかんないし、連絡先もつかなくなっちゃって、ってなったんですよ。で、僕は今回、学費の値上げの話を聞いたときに真っ先に思ったのは、その子のことでした。今でさえ、通えなくなる子はいるんです。そうです。で、私は、せっかくこの場になったから言いたい。我々は、一応私も春からですけども、東大生っていう、まあ、世間一般から見ると、どうやら上の人間だと思われているような人かもしれない。ね、勉強ができる、たまたま勉強ができたとかもしれない。でも実際には我々だって一人の学生である。一人の研究者、一人の学生、一人の人間である。人間が人間であるために、学びないことを学ぶ権利、これっていうのは絶対に保障されなければならないと思うんですよ。だとしたら我々はここで諦めてはなりません。いいですか。我々がやるべきことは、もちろん私は政治的な問題で言うと、私は右か左かというと若干右に偏って下半身左っていう意味不明の人間なんですけど、真ん中ここです。やかましいですね、はい、なんですけども、ただ学ぶ権利は右だろうが左だろうが真ん中だろうが誰だってあるんですよ。ですので、私が最後に言いたいのは一つだけです。もし皆さんが今ここに集まって自分たちの位置を再確認したんだとしたら、自分の心の中にある、でもこれを内輪に広げたらなとか、自分の家族に行ったらな、東大にいない友達がいると思います。っていうのは、そこで恥を捨てなきゃいけないと思います。東大だけじゃなくて、これを広げていきましょう。以上です。修士課程の時、私、修士2年じゃないですか、大体。けど、4年かかったんですよ。で、それは何かというと、ありがとうございます。ここで、なんでかっていうと、うつ病になったんですね。で、うつ病が、うつ病になったなと思って、なっちゃったなと思って、研究者の仲間とか研究室に行ったら、みんなそうだよって言われて。なんか、学部生の方、ちょっとわからないんですけど、修士とか博士とかってすごくメンタルヘルスの問題抱えてる方多いんですよ。めっちゃ多いじゃないですか。え、なんでみたいな。なんかこんなに多いのかと思って。で、まあ私がなんで必要になったかっていうのも知らないんですけど、まあ、要はさっきのスピーチにあったみたいに、修士進学を反対されてたんですよ。で、まあ修士、うちは、なんていうか、都市型インテリ中流家庭なんで、別にお金なかったとかじゃないんですけど、まあ、企業に就職しろと言われたんです。で、あとは、まあ、女性だから、そんな院とか行かなくていいよって言われたんです。で、まあ、そこの裏切りとかそういうことがあるんですけど、まあ、そこはこう、だから、なんていうかな、学費上げたら、ちょっと考えたらわかるんですけど、女子学生とか、留学生とか、貧困家庭もちろんですけど、来られないんですよ。本当に怒るんですよ。都市型中流のインテリ家庭でも怒ってるんですよ。来なくていいって、行かなくていいって言われる。就職したら、そこそこ行けるんだからそれでいいよって言われるんです。これで鬱になって、でも身近にいますけど、鬱になって、入学してから鬱の診断をしたんですけど、修士に入学してからですね。で、奨学金も、休学しなきゃいけなかったんで、切られました。文科省が出してた、今あるかわかんないんですけど、多文化共生プログラムっていうまとめのやつで、すごいもらえるんですよ。学費免除と博士まで月15万、20万、保証しますって言うんですけど、休学したので、もうダメですって切られて、ちなみにその奨学金は今は多分ないです。なんでかっていうと、文科省の位置にしたからです。私だけじゃなくて、もう存在しないんで。
で、まあそれでなんとかでも勉強はしたかったんで通学したりとかしたんですけど、あの奨学金の基準って奨学金増やせばいい大学いますけど、奨学金の基準ってご存知ですか？心身ともに健康でなきゃいけないんですよ。無理でしょ、無理だったら。それが無理だったらちょっとあのメンタルヘルス問題あるけど頑張るんで、あの奨学欲しいなって思ってるんですけど、あの健康じゃないからダメなので、もうそこですごく差別的なんですよ。本当に差別を許すななんです。あのなんていうかな、意思があれば、まあ、一定の能力がもちろんあるかもしれないけど、意思があれば誰にでも門戸を開くのが教育ってものじゃないんですか？あ、どんな人でも近ければ受けられるのが高等教育なんていけないんだから、もう本当に私はあの学費上げるっていうのも本当にもう最悪だし、無償化すべきだと思ってます。全ての大学が無償化すべきだと思ってます。大学がするべきことはそれを国に働きかけることだと思ってます。さっきの方々も言ったように。なのでここに集まった方々、ここには来られなかった、いろいろな理由で来られなかった方々もたくさんいると思います。他の大学とか大学じゃない大学の構成じゃない方も。だから無償化まで東大に誰でも入試にパスすれば入れるっていうところまで持っていきましょう。ありがとうございました。こんなにも多くの前でお話しするのはすごい緊張しますので、私は東京大学新人社というところで記者をやっているものです。まあ、普段は物を書いている人間なので、まあ、こういう感じでなかなかその、まあ、人の前でこんなにも多い人数の前で喋るというのはかなり、まあ、難しいことではありますけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。で、まあ、まず最初にやはり東京大学新聞社を、まあ、代表はちょっとできないんですけど、実は私ニュースを主に担当しておりまして、今回の学費問題、非常に注目しておりました。で、そういう中でやはりちょっと東京大学新聞社としても非常に至らない点が多かったのかなと思っておりまして、まあ、皆さんの頑張りの意思で私たちも結構頑張ったんですけど、なかなかその全部追い切れなかった。それぐらいに皆さんの活動が非常に活発だったっていうことは僕としてもすごい嬉しいなと。で、過去の、記事を今になって振り返ってみたんですけど、非常にこんなにも多くの集会が開かれたっていうのはもうおそらく1980年代70年代あるいは駒場寮の時とか、そういった時まで遡らないと、それぐらい私たちはかなりの長い間停滞感に陥ってたのかなと思っています。実は私2004年生まれでありまして、2004年というのは、国立大学法人、これの、誕生した年でもあります。で、そういった中でこの20年間私たち学生っていうのはなぜか大学の構成員であるはずなのに、ずっと長い間このような形で私たちの意見が反映されるような仕組みが長い間構築されてきてなかったということが今回明らかになってきたのではないかなと思っています。で、実は私、記者会見に参加しておりまして、その中で、まあ、かなりその藤井シェルオ総長というのが、まあまあ、記者としてこんなことを言っていいのか悪いのか置いといて、まあ態度としてどうだったのかなと思うような発言が多くありました。で、僕としては激変緩和措置というものがありますけど、この激変ってどういうことなんだろうと思っております。激変っていうのは約10万円の値上げということで、これを緩和するっていうことは5万円、2万円、あるいは3万円、そういった形での緩和というのが普通考えられることだと思います。それに対して今回東京大学が第2案として発表した案によりますと、修士が4年後、学部が来年、そういった形になっています。じゃあ誰にとって激変が緩和されているんでしょうか？来年度2025年に入学する人たちはただでさえ共通テストに情報の試験が追加されるという混乱の中で、さらに10万円の値上げという大変な思いをすることになります。私たちは
非常にこのことがどうやってこの新入生たちを私たち大学生というのは迎え入れてあげるべきなのか非常に悩みます。それなのに総長は全くこれに関して答えを表せません。そして記者会見で私も非常にこれが気になったので、まあ、聞いてみました。誰にとって激変が緩和されるのか。でそしたら新入生は、例えば、修士の学生、私たち大学生っていうのは、修士に入ると、修士、4年間の間は猶予されるわけですよね。これに関しては猶予であって緩和ではないはずですよね。そうですよね、普通に考えれば。だけどなぜか分断工作のようなことをして、それをわざわざ大学生のためにということで激変緩和措置と、そういうことを言ってきます。じゃあ誰の激変が緩和されているんだということをずっと聞いてたわけですよ。でもそれに対して当初は思うような回答を記者会見ではしてくれませんでした。でそれで提示されたのが、新入生はより良い授業環境の中で、教育環境の中で過ごしてほしいから10万円を値上げする。ただそれだけだったんですよね。これって通りませんよね。これおかしいと思うんですよ、表現として。それに東大生の在学者に配慮してってずっと言ってますけど、修士に入るときに東大以外からもいろんな学友たちが修士課程へと進学します。それと今回学部に入学する来年度の学友たち、新入生たちと何に差があるんでしょうか。ここに本質的な差はないはずなのに、それをもって大学生に配慮しました、だから激変が緩和していますと、そういうことはやはり言葉としてどうなんだろうかと。同じアカデミックな空間の中で言葉を扱う仕事をしている、そういった先生方が考え出したものとしては極めてずさんな表現なんじゃないかなと。私自身も記事を書くときにいろんな表現を考えます。普通考えて今回の激変緩和措置という言葉は、もし私が記事を書くなら絶対に使いません。これははっきり言って分断工作だと私は思っています。思い返したらですね、この20年間というのは非常に景気も停滞してきた。だから大学に手を突っ込めば何かあるんじゃないか、受益者負担を、かければお金ができて、それを大学の教育に充てれば何か起きるんじゃないか、そうやって大人たちがこの20年間ずっと積み上げてきた、負債というものを場外の私たちが払わなくちゃいけなかった。今回の学費値上げというのは、こういった構図になるんだろうと思っています。この20年間国立大学法人、これ自主的、自主自立が求められています。自主自立っていうもの、そういったものを掲げて法人化したのに、これじゃあ何も自主も自立もないじゃないかと。はっきり言ってそうですよね。しかも勝手に値上げをする、それが自主自立、自主的に値上げをするっていうのはどうなんだっていう話ですよ。自主自立って言ってるのに、その矛先が国じゃなくて学生からの自主自立になってませんか。学生の言葉を聞かずに、声を聞かずに、それでもって自主性を発揮するなら、それは見当違いの自主自立性だと思います。むしろ私たちが国立大学法人に、これから藤井総長は一緒に考える仕組みを作っていきたい、そういうふうに言っています。じゃあ僕たちはこれから国立大学法人というものにも私たちは関わっていくことになると思います。学生として、そんな時にどうやって自主自立を使っていくか、それはきっと国に対する自主自立だと思っています。僕は学生を排除して学生から自由に決定をできる自主自立ではなく、国に関与されず、財政的にも、財政的にはやはり国の援助がどうしても必要だと思います。そういった面で国民への、国民あるいはもっと言えば財務省がこれまで、ここまで、大学を自利品にさせてきた。そういった中で、そこに対する自主自立を私たち全員で訴えかけていかないといけない。
それが国立大学法人を私たちが成長させる一歩だと思うんですよね。これまで国立大学法人というものは学生からの自主自立ということにしか使われていませんでした。それを私たちは反骨脱退して、むしろ本当の意味での、国からの自主自立へと変えていかないといけないと思っています。そのための自治会再建運動であったり、そういったものなんじゃないかなと。実は東京大学新聞として、まあ、これ宣伝ではないんですけど、10月号で、まあ、こういった特集を扱おうと思っています。そういった中で皆さん、今後ともぜひ、私たちの活動に、というかご関心を持っていただいて、これから私たちメディアとして何ができるのかという考えていきながら、もっといい記事、そして学生あるいは大学をもっとよくできるような記事を目指してまいりたいと思いますので、皆さんの活躍を、非常に心からお祈りしております。皆さんありがとうございました。けれど、まあ、運動は続いていくんだと思います。運動は続いていくんだと思います。で、ちょっと考えたんですけど、ここに来るんですよ。国家、経済、大学、これみんな、共同体の名前なんです。国家はヒエラルキーを追求する、経済は会社の利益ですよね、利益を追求する。そして大学は多分ね、自然を追求するかと思います。物理的自然とか人間的自然とか。でこれは何意味するかというと、本当の共同性っていうのは大学だけなんですよね。ヒエラルキーを追求する、これはフィクションです。基準を追求する、これはフィクションです。けど自然だけが実在なんですよ。実在に基づいた共同性、それが実在に基づいた共同性、それが大学っていう言葉の意味なんです。藤井学長、分かってました？分かりました。前の、6月から3月のところで、藤井学長に僕は要求しました。国家や経済と戦ってほしいです。大学という共同性のために戦ってほしいです。大学という共同性の名において戦ってほしいです。そのために、ストライキやデモを禁止してほしいです。ストライキやデモの先頭に立ってほしいというふうに言いました。そのことの本当の意味は、繰り返します、大学だけが自然を探求する、あるいは自然に探求する共同性の意味です。それがちょっとなんか、ね、皆さんのお話を聞いてちょっと言いたくなった。この単なる経済の問題、そういう問題だけじゃないと思います。差別的ですけどね、400万、500万、900万。なんで大学生、大学院生で親の年収を大学に報告しなきゃいけないの？多分、それは国家に背負うとして、藤井学長。あるいは経済的弁明。これは経済、会社のロジックに慶応の先生のことですよね、学長とか。背負うとして、経営の努力。彼らが気がついてない。気がつく。簡単なことですから。今喋ってみたいに3分ぐらいで分かるんですよ。国家経済と同じように、大学は学校じゃないです。共同性の名前です。で、しかも、国家や経済はフィクションに基づいて、我々だけが自然に基づく。自然を探求する。そういうことで集まってるわけですから、きちんと、はっきり分かって、戦ってほしいと思います。以上です。どうもすいませんでした。一旦 PPT は、締め切って、予定時刻となりましたので、最後にリクエストコールを。はい、あ、どうぞ。農学部3年の矢戸島です。今日は、稲刈りの実習があって、途中から来たんですけど、見た目上変わらない日常というのがまた4月からも続いていくと思うんですよ。でもそれはもちろんその値上げの陰で大学進学を諦めた人たちはそもそも大学にいないわけですから、それは不可化されてる。その上で、じゃあ値上げしてそれはできたあなただから払ってくださいって言って、払えた人
そういう学生がその後ちゃんと社会のため、世界のために、まあ、自分 の, その、まあ、ある種特権的な地位というのを使ってくれるのかということが、まあ、結構危ういところなんじゃないかなと僕は思っています。で、これからどうしていくかということなんですけど、まず、26日でしたっけ ?26 の役員会、まあ皆さんもう実は当たってると思いますけど、おそらく残念ながら通ってしまうでしょう。そして、まあ、4月までに協力したいというのも相当、難しいことではあると思います。ただ、まあ、勝っても負けても、これは終わりじゃない、始まりだと。今、そのまあ文科省も、その学費の標準額、それから上限プラス 20% というのを見直すということが、まあ、ニュースになっているというか、あるいはまあ東大は国際卓越系大学制度を実現してますから、学費は大手になるんですね。そういった中で、その値上げという話は、まあ、東大ローカルなのか、あるいは日本全国なのかは分かりませんけど、2度3度、どんどん来る話だと思います。それに、短期的にできることとしては、まず収支の値上げは4年後というふうになっていますから、これは効力を持つのは、国の総長の次の総長ですね。だから我々は、というか、まず、国総長は、不正選挙で選ばれたというのを皆さん思い出してください。だから、次の総長を選ぶときに、私たちは、ちゃんと、学生の、あるいは、教職員の、意見を代表するような総長を、選ぶ努力をしなければいけない。そして、そういう人を選んだとしても、まあ、例えば、その、東大の悪名高い前山際総長とかは、就任した時はすごいレギュラーな総長が誕生したっていうふうに、みんなお喜びしてたんですね。でも、あんな風になってしまったんです。だから、どんないい人が、例えば今日いらっしゃる先生がもし総長になったとしても、我々はそれを監視して、そして常に学生のため、教職員のため、そして世界のために、この東京大学を運営していくということを要求し続けていかなければいけないです。そのために、今、自治会再建運動というのが あらゆる学部で行われていますけど、これを必ず成功させて、まあ、次の東京選挙、そして次もう、おそらく来るであろう値上げに対して戦えるようなそういう、学生の力というのを、作っていかなければいけないと思います。やさぐら総長にしよう。今日は近くの大学、あるいは全国の大学から応援に駆けつけてくれた仲間がたくさんいます。で、まあ、文科省のその標準額の見直しとか、あるいはその慶応の歴史が言っているようなこととかを踏まえると、この値上げの問題というのは東大だけにとどまらない話であるということは明らかですね。なので、僕たちは、まあ、この実会という形でその学内的な運動体を作っていくのと同時に、その全国にこの運動を広げていって、そして、運動しようとしている学生と連帯して支えて、一緒に戦っていかなければいけないんだということを、皆さんと確認したいと思います。この学費、値上げ反対ということで、これだけいろんなところから、あるいは学内でもいろんな場所から、学生が集まっていること、あるいはその教職員から、これだけの連帯があるということを、必ずその何か話をして、おそらく26日に決まるであろう値上げと、に対して我々は今まで生んでいた学生に大学院というのを蘇らせることで、殺害予後ではないかということを、まあ、決意して、また終わらせていただきます。ありがとうございました。
では、時間になりましたし、秋も強まってきたので、そろそろ、会を終了させて、もらおうと思うんですが、皆さん、本当に本日はお集まりいただき、ありがとうございました。皆さんの怒りの声が、伝わってきたと思うんですけど、同時にやっぱり大学への失望というものが、伝わってきたと思います。ズームで早朝対話から始まり、検討していないだの、まあ、学生と一緒に考えたいと言って2週間後に値上げ決定で本日に至るわけですが、まあ、大学がますます起業化していく、まあ、この質問の中でも正直うんざりです本当に。ただ希望があるとすれば、まあ、先ほど近い体験の話もありましたけど、何より本日集まったここに本当の共同性が本当の大学というものが現れていると思います。これからもこの希望を胸に戦っていきましょう。では、本日は終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。